日本代表 f w の一角を担う伊藤ジュ純也がアジア杯を戦うチームからの離脱を決断したこの決定は性加害に関する報道が浮上して以来サッカー界に大きな衝撃を与えている伊東の代理人弁護士が大阪府警に対して虚偽告訴容疑の告訴状を提出したことで事件の複雑さが増している一方で 被害女性側は伊藤に対する謝罪や誠意ある対応を感じなかったとして訴訟に踏み切ったという。この状況下での伊藤の行動は多くの人々の興味を引きつけている。日本サッカー協会、JFA、Y 党の離脱に関して伊藤選手本人の心身のコンディションを考慮した結果、との声明を発表した JFA は 報道されている事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると認識し慎重な対応が求められるとの立場を示したアジアハイにおける代表選手の離脱はチームにとって大きな痛手となるだろう伊藤は森保ジャパンの主力として活躍しておりそのスピードとドリブル技術はチームにとって欠かせない存在だったしかし JFA は選手の健康と安全を最優先に考える姿勢を示し 伊藤の離脱を決定した報道によれば、伊藤は大阪で行われた親善試合後に、2人の女性との関係について疑惑が浮上した。被害女性は弁護士を通じて謝罪を求めたが、伊藤側からの適切な対応が得られなかったとして、訴訟に踏み切ったとされる。一方で、伊藤側は報道を否定し、物的証拠の不在を主張している。このような状況下での伊藤の離脱は、 サッカー界におけるる議論を巻き起こしている一部では選手のプライベートな問題が公にされることに懸念を示す声もある一方で性加害に関するるる問題を厳しく取り締まる姿勢が求められている伊藤の離脱を受けて日本代表は新たな戦術を模索する必要があるしかしその一方でサッカー界は性加害や選手の行動に関する問題にも向き合わなければならない。 プロアスリートとしてのモラルや倫理観は単なるスポーツの範疇を超えて社会全体に影響を与える。JFA や他のスポーツ団体は選手の行動について厳格な基準を設ける必要がある。そして性加害やその他の問題に対する適切な対応を示すことでスポーツ界全体の健全性を守ることが求められる。伊藤純也の離脱は単なるサッカーの出来事にとどまらず、 生果街や選手の責任に関する大きな議論を呼んでいる。JFA の決断や今後の対応がサッカー界のみならずスポーツ界全体における倫理と道徳の重要性を示す機会となるだろう。